ってさ、もう2人ともねちょっと春が来ちゃってさ、もうお姉ちゃん的にはもうだ悲しくて、一番下の子にさ彼女ができたって話を私は電話で聞いたんですよ。なんでなんかわかんないけど遠征とかしてたのかな、電話で聞いて、でもテレビ電話で聞いて大号泣もうなんかもうなんか溢れ出ちゃって涙が、え嘘こんなふうに言ったのよかったけどみたいな感じで泣いちゃって、すごいお母さんと上の弟に爆笑されるっていうえ待って待ってみくちゃん泣いてるみたいなちょっとちょっとみたいな、泣いてるんだけど、え本当泣いてるみたいなちょっとバカにされましたが、そうなんですよ、ちょっとねお姉ちゃん的には寂しい気持ちもありつつ、まあアキレス腱を切ってしまうぐらいショックだったということですね、秋助さんもね。そう次の日めっちゃ目晴らして現場に来るっていう号泣して、もう本当に止められない涙。でも私は弟たちが2人ともこう幸せならいいんですよ、本当によかったね。そうでもすごいだから気になっちゃうからいっぱい聞いちゃうんですよね、どんな子なのみたいな感じで、どこで出会ったのみたいな、デートどこ行ったのって言うと2人ともからうざがられるっていう負のループ私の中では。もうでも聞きたい、弟よ幸せでいてください。